それでは午後の学びに入りたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、このようにしてまた午後から皆さんと共に学ぶことができますことを心から感謝いたします。どうぞ今回のテーマについて深く理解することができますように、この学びの場を主が祝福し、また聖霊様によって私たちが深く理解する力をここにお与えくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは、今回の聖書研究の学びのテーマですね、品性の完成に到達した証拠という非常にですね、重大な重要なテーマになっておりますね。今日午前中の礼拝のお話の中でも最初にちょっとお話ししたんですけども、まず最初にこの品性の完成というね、この言葉ですけれども、皆さんどういったイメージをお持ちでしょうか。この品性の完成というイメージですね。私は自分のこの品性を見たときにですね、どこを見上げるべきかですね、その完成っていうからには、やはりその私たちの見上げるべき、そういう完成形というのがあるはずなんですよね。私はやはりこの品性の完成形というのはですね、パズルで言うならば、完成したパズルのように全てのピースが揃っていて、そしてもう美しいですね、そういうバランスの取れた完全な品性、皆さんもそういうイメージがあるかと思いますね。しかし私の場合は、その品性におけるパズルのピースが足りなかったりですね、まだそれが完全にはまっていないような、そのような自分のこう品性を見ることもあるかと思いますので、私たちがこれをいかにですね、学んでいくか、非常にこれはまた重要なテーマかと思います。その中でまず、今回一番最初に、あなたの隣人が誰かというね、そういうテーマに関してイエス様が投げかけたお話がありましたね。良きサマリア人のお話がありました。で、まずなぜこの隣人というテーマで話が進んでいくかといいますと、ある立法学者が、イエス様を試すためにですね、一つのこの投げかけをイエス様に質問をしたわけですね。でその質問内容というのが、永遠の命を得るためには何をすればよいですかという、そういう質問でしたね。はい、そして、イエス様はこの立法学者の意図をご存知でした。つまりイエス様を試すため、試みるためにそういう質問をしたということをイエス様はご存知でしたので、逆にですね、イエス様の方がまたその立法学者の方にある質問をしたわけですね。その質問に関して、はい、ルカによる福音書の10章の26節から28節ですね、ちょっとこちらの方をですね開いていただいて、はい、こういうふうに書いてありますね。彼に言われた。立法には何と書いてあるか、あなたはどう読むか。彼は答えていった。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの 隣人を愛せよとあります。ここでイエス様がこの律法学者に投げかけた問いかけ、律法学者ですので律法については非常に学んでいるはずですね。その中で、あなたが知っているその律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読むかという質問でしたね。で彼はここでまず心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、神様を愛すること、まずこの一つのことを彼はここに
出したわけですね。そしてもう一つ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これは、まあ、隣人を愛せよということですから、自分以外の相手を愛するということですね。この二つのことを彼はここに出したわけですけども、なぜこの二つを出したかですね。で、実はその神の律法といいますのは、まあ、私たちはよく知っているのはね、モーセの十戒なんですけども、1番から第1条から第10条までありますけれども、この神を愛せよという、ね、この戒めは第1条から第4条までになりますね。例えば第1条のあなたは私のほか何者をも神としてはならないという、ね、これは神を愛するならば、ね、神を神とする、創造主を神とする、そのような良い関係を築けますので、神を愛するならばこれは守れるはずですね。そして第2条のあなたは刻んだ像を作って拝んではならないと、そのような、律法も神様を愛するならば守れるはずですね。わざわざ偶像礼拝に陥る必要もないわけですね。そして、神の名を乱れに唱えてはならない第3条、これも神様を愛するならば守れるはずですね。そういう軽率な態度を神様に取らないはずですね。そして第4条、これ安息日を覚え、これを聖とせよという、この戒めに関しても、神様を愛しているならばその安息日を守るはずですよね。そしてもう一つ、この律法学者が出した隣人を愛するというこの点に関しては、第5条から第10条までの戒めになりますね。第5条はあなたの父母を敬えという、この父母っていうのは、ね、隣人というよりも、まあ自分の身内といいますかね、親ですので、まあ、隣人という感じはしないんですけども、しかし、まあ、聖書の原則ではですね、まあ、自分以外の相手のことを、まあ、基本的に隣人というふうなね見方をしますので、まあ、たとえ親であってもですね、まあ、他人ではありませんけど、しかし隣人という見方をして、そして、その親を尊敬し愛するならばですね、まあ、敬うのは当然かと思いますね。また第6条のあなたは殺してはならないね、これもその相手に対しての尊厳を認め、まあ、尊敬し、そしてまあ相手をもし愛しているならば、当然殺すなんていう行為はありえないわけですよね。はい、まあ、あとはね、姦淫してはならないとか盗んではならないとか、そういういろいろね、実戒の、隣人に対して愛を持つならば守れるような、ね、これが律法の守り方なんですよね。ですので、そのことをこの律法学者がここに出したときに、イエス様はあなたの答えは正しいとおっしゃったわけですね。ただここの、彼が持ち出したこの答えは正しいね、律法にそう書いてあるのを彼はただ言っただけですから。しかしここでイエス様は今度はその通りに行いなさいと言われたわけですね。そうすれば命が得られると。ここで、まあ、彼のこの律法学者の中にですね、まあ、一つの答えが与えられて、やはり永遠の命というものと神の律法を守るということはね、まあ、非常に密接にこれは関わりがあるということなんですけども、その中で彼が一つ気になることが出てきたんですね。でそれは何かと言いますと、まあ、彼は律法学者ですので、まあ、ユダヤ人ですよね。でこのユダヤ人は実はその隣人という立場の人をですね、まあ、自分たちのこの概念の中で隣人と言われる人と隣人ではない人っていうのを、まあ、自分たちでこう決めていたわけですね。でもしその律法学者が、まあ、自分で隣人でないと思っている人がいて、その人が隣人であったならば、その人を愛していなければ彼は律法を守っていないことになる。そうすると永遠のこの命を得られなくなると、そういう心配がちょっと彼の中に出てきたわけですよね。そこで、まあ、彼はイエス様にこの質問をするんです。では私の隣人とは誰のことですかと、
ね、これはルカによる福音書10章の29節から36節までにちょっとこの話がここから出てくるんですけども、まあ、彼の中でイエス様も、まあね、ユダヤ人であって、もしかしたら自分と、まあ、同じようなね、まあ、このユダヤ人的な考えにおいて隣人と隣人でない、そういう分け隔てといいますか、まあ、イエス様もそういう分け隔てをしているともしかしたら思ったかもしれないし、ね、その彼はまあ自分を弁護するためにそれをイエス様に聞いたわけですよね。そこでイエス様は単刀直入にですね、まあ、それにこれがこれ、これこれが隣人ということをおっしゃる前にある例え話をされたと。これが、良きサマリア人のお話でしたね。でこれをちょっと読んでみますと、こう書いてありますね。では私の隣人とは誰のことですかとイエスが答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去った。ここでそのある人と言われる、これはユダヤ人なんですけども、まあ、ユダヤ人がですね、途中で強盗に襲われて、まあ、ひどい目に遭わされたと、半殺しって書いてありますね。で、強盗は逃げ去っているわけですが、するとたまたま一人の祭司がその道を下ってきたが、この人を見ると、まあ、今瀕死の状態になっているユダヤ人を見ると、向こう側を通っていった。同様にレビ人もこの場所に差し掛かってきたが、彼を見ると向こう側を通っていった。ここでまずこの祭司とレビ人2人ともこれユダヤ人ですね。そして今ひどい目にあって瀕死の状態に陥っているのもユダヤ人です。同じユダヤ人同士ですが、まあ、こういう災難にあって大変な状況にある人を見たときに何をしたかというと、向こう側を通ってとありますね。向こう側っていうのは今そこにいる人から離れて、そしてスルーして見なかったふりをしてそこを通過していった、まあ、つまり距離を取ったわけです。距離を取った、これは隣人っていうのはその隣に寄り添う、ね、これ隣人ですよね。距離を取るっていうのは隣人ではないという立場を取ったということですね。そして彼らの、まあ、そのような態度と対照的にですね、次のところですね、ところがというところですが、ところがあるサマリア人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い近寄ってきて、その傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って介抱をしたと書いてあります。まずこのサマリア人という立場の人はユダヤ人の方から実は彼らは隣人ではないと見なされていた人たちでした。このサマリア人ね、ユダヤ人はこのサマリア人のことを非常に嫌っていました。彼らはどういう人種だったかといいますと、もともとはまあ同じアブラハムの子孫、北イスラエルの、まあ部族としてね、そこに住んでいたんですけども、まあ、北イスラエルがこの偶像礼拝に陥ってしまいまして、アッシリア帝国に滅ぼされたわけですよね。そして、まあ、重要な役職についていた、まあ、位の高い人たちはそこから強制的に、まあ、捕らえられてですね、そして移住させられたわけです。で、そこに残る人たちもいたんですね、まあ、割と身分の低い人たちがここに残されたんですけども、そこに今度はアッシリアから移住してきた、ね、まあ、侵略ですよね、そういう人たちが来て、そして残っている、まあ、北イスラエルの人たちと、まあ、結婚したりしてですね、それで混血になっていくわけです。で、これがサマリア人と言われている人たちでしたね。ですので非常にこの先民意識の強いユダヤ人からすると、このサマリア人というのは
もう宗教的にも、そして、血縁的にもですね、混ぜ物だらけであって、だから神様からも見捨てられた民族、そういう見下した見方をしてたんですね。だから自分たちとはもう関わりたくない、もう彼らとは関わりたくないと、ね、断絶を、彼らは断絶の意思を持っていたということですね。まあ、そういう立場のサマリア人が、ね、まあ、嫌われているわけですよ、ユダヤ人からね。だけどその嫌っているユダヤ人が今目の前で瀕死の状態になっていると見たら、もう強盗にこれやられたのって分かるはずですよね。で、彼を見た時にこのサマリア人が最初にどういう状況になったかっていうと、彼を見て気の毒に思いって書いてありますよね。そしてこの人のところに近寄ってきてって書いてあります。近寄ってきて、そこに寄り添って、そしてその傷にオリーブ油とブドウ酒と注いで包帯をしてやりっていうのは、まあ、傷の消毒とね、そして、回復するように、まあ、そのように手当てしてあげたということですね。まあ、それだけではなくて、自分の家畜に乗せて、まあ、ゆっくり回復できるように宿屋に連れて行って、そして、解放したとありますけど、彼のためにそのようにしてね、彼の面倒を見たというね、本来はそういう関係ではないんだけども、敵対されている立場ですけどね。そして翌日デナリ2つを取り出して、この宿屋の主人に手渡し、だから、まあ、このユダヤ人と一緒に一泊泊まっているわけです。翌日って書いてあるからですね。そしていろいろともう手当てをして、多分ね、体を拭いたりとかしてあげたんでしょうね。そしてお金を出して、自分のお金を出して、そしてこの宿屋の主人に、この人を見てやってくださいと、まあ、回復するまで面倒見てくださいと、ね、そして費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払いますと言って、そして、まあ、彼はそこを去ってね、まあ、まあ旅を続けて、まあ、帰りがけに寄るわけです。この話を、まあ、イエス様は律法学者にしたわけですね。隣人って誰ですかっていう答えに対して、イエス様はこの話をして、そして最後に逆にこの3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うかと聞かれたわけです。今皆さんとね、こう考えた時に、寄り添ったのは誰でした？寄り添ったのはサマリア人だけですよね。祭司とレビ人は距離を置いて離れて、スルーして見て見ぬふりしていきました。サマリア人だけがそこに寄り添って、彼のために手当てして触れてね、間違いなく誰がこれ隣人か、隣人になったか、この瀕死の人の誰が隣人になったか、間違いなくサマリア人でした。で、この律法学者ももうこれピンときてます。あ、これサマリア人が隣人だと。まあ、しかし、彼もまだそれを認めても、サマリア人という言葉を口に出したくなかったわけですね。彼の中でもまだ解決していない問題だったんですね。そこで、まあ、彼はこういうふうにこういう言い回していました。彼が言った、その人に慈悲深い行いをした人です。サマリア人ですと言わず、まあ、慈悲深い行いをした人ですという言い方を彼はしました。まあ、これが彼の問題ですね。まあ、しかしイエス様はそんな彼に対して、あなたも行って同じようにしなさい。まあ、つまりこの律法学者はもう誰が隣人か分かっているので、あなたも行ってそのようにしなさい。これ一番イエス様が伝えたかったことなんですね。話はここで終わるわけですけれども、まあ、ここで一つ教訓があるかと思います。それは何かと言いますと、まずイエス様がこの律法学者に一つのテーマを投げかけて、そのテーマの中から答えが出されて明らかになったわけです。しかし時には私たちはその神様から明確な答えをいただいたにもかかわらず、自分の考えを優先して
そして神様のその答えを自分なりの解釈で変えるっていうことがあるかと思いますね。まあ、例えば、安息日に関してですね、まあ、私は、まあ、かつてはですね、今から10年以上前ですけども、安息日は教会に行けば安息日を守っていると思っていました。まあ、つまり、朝ね、用意して教会に行きました。で、午前中礼拝しました。で、昼、帰ってくる途中にもう私の中では安息日終わってたんです。だから帰りがけにどっかのお店に寄って買い物をしたり、時にはサーフィンに行ったりしていたこともありました。果たしてこれは神様が私たちに明確に示された真理をそのまま守っていることになっているか、なっていないですね。安息日の戒めに関しては、安息日を覚え、これを聖とせよと書いてあります。聖とせよというのは性別しなさいということですね。安息日は金曜の日没から土曜の日没までを安息日と言いますね。で、その金曜の日没から土曜の日没までの間に神を礼拝するという意味で安息日礼拝、ね、これは土曜日の、ね、午前中に私たちは安息日礼拝しますけれども、神様が聖別せよとおっしゃったその範囲というのは金曜日の日没から土曜日の日没までになります。つまりその間、聖別というのは普段できない神様との交わりを持ちましょうという、ね、そのような戒めになるわけですね。しかし、私たちはね、普段忙しく働いていますので、この安息日を休んだ、ね、大体土曜日こう休みを取らなければですね、教会にもなかなか行けないので休みを取るわけですよね。そして休みを取って教会に行くわけですけども、教会が終わったら、あ、もう安息日終わった、あとは普通の休日のように自分たちが好きなことをやるというね、これはこの、立法学者が隣人が誰ですかということを言われたときに、サマリア人ですって言えなかったあの精神と同じかと思うんです。やっぱり自分たちのやりたいこと、ね、範囲も自分たちで決めたいわけです。午前中の時間だけ神様のために費やして礼拝すると、しかしあとは好きなようにやると、ね。私は今この午後のね、安息日の午後の学びを始めましたけれども、やはりですね、安息日の午後に、皆さんとこうしてね、午前中の礼拝の話を、さらに深くいろいろ掘り下げてですね、学ぶという、これも非常に安息日の過ごし方としてはですね、私にとっても正しい過ごし方ですし、またこういう学びに参加していただけることも、また正しい安息日の過ごし方かと思いますね。ですので、そういう機会を、ね、神様が今与えてくださっておられて、私もこういう活動をさせていただいておりますので、そういう意味ではね、安息日の午後を有意義に過ごせることになっているかなと思っておりますけども、過去のね、かつての私はそのようにして、こういう神様から明確にされた戒めに関しても自分の考えで範囲を狭めて、都合でね、そういうことをやっていたと。当時の彼らもやはり同じことをやっていたので、ユダヤ人にとって異邦人とかサマリア人を隣人と呼びたくなかったというね、そのような状況だったかと思いますね。そして、イエス様が実はこの、良きサマリア人のね、お話をされたその理由の中にですね、非常にこれ重要な教訓なんですけども、今日のテーマに関わってくるんですが、私たちはね、品性の完成というものを目指しているはずですね。分かりやすく言うと、イエス様のようになりたいと皆さん思いますか？ね、イエス様のようになりたいというのは品性の完成を目指しているということですよね。ここで、イエス様のようにはなれないって考える人と、神様がなれると、ね、おっしゃるので、それを信じる人、またこういうふうにしてね、それぞれの解釈もあるかと思いますけれども、私は、聖書を学ぶ中でですね、神の契約が成就するときには、
まあ、それは実現可能だと信じてるんですね。でイエス様もその私たちが目指すべき完成形として、ね、まあ、先ほど私はあのパズルの完成した図を、まあ、非常に美しい品性のね、まあ、これまさにイエス様のことなんですね。イエス様こそこの私たちの心の品性のパズルの完成形であると、ね、ただそこを目指しているか見ないかっていうところでだいぶあのクリスチャンライフ変わってきます。というのは例えばもう鼻からイエス様はイエス様だからね、ああいう状態で、まあ、完全な状態だったんだということを、ね、まあ、そういう見方をしますと、まあ、パズルをこう作るときに、まあ、イエス様のこの完成形を目指しているかどうかですよね。もしかするともうどうせこれは完成形だからということでもう特にそれをお手本にしないでですね、もしかすると、まあ、自分の思い思いにあこのパズル当てはめてみて、あこれちょっと違うな、じゃあ今度こっち、あこれ違うな、まあ、手探り状態といいますか、クリスチャンライフが手探り状態のクリスチャンライフになる可能性があるかもしれませんね、はい。しかし完成形を目指すということは見比べるわけです。イエス様のご品性と、まあ、自分の品性を、ね、そうすると何が足りないかっていうのが分かってくるわけですね。だって完成形のハマってるところに私のパズルのピースがハマってないわけですよ。そうするとあこれが私には欠落してるなっていうのが分かるんですよね、はい。まあ、それを今度は得るというところに意識が向きますので、ね、もし持ってないんだったらそれをいただけますかという、そういうふうにして足りないところを一つずつ埋めていく、見比べながら、だって何が足りないかを私たち知らないといけないからですね。そのようにしながら私たちのこのパズルを完成させていくのがクリスチャンライフではないかと私は考えています。まあ、これはそれぞれの考え方がありますので、まあね、それぞれの考え方かとは思うんですけれども、そしてイエス様がこの良きサマリア人の話をされた理由というのはですね、まあ、この皆さんどうですかね、良きサマリア人の話をお聞きになったときに、ああいい話だなって、敵でも愛する、まあ、このサマリア人のように私もそうなりたいものですねで終わってませんか。もし本当に品性の完成を目指すということであれば、まあ、これイエス様に似るようになるということですので、実はイエス様はご自分の品性をこの良きサマリア人によって表したということですね。まあ、言い換えれば良きサマリア人のような敵を愛せる状態、これがイエス様のご品性、まあ、完全なご品性を代表するものであるということなんですね。まあ、そういう概念がですね、キリストの実物教訓の359ページにあります。ちょっとこれ読んでみたいと思います。このサマリア人は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという戒めを実行して彼を非難した人々よりも彼の方が正しいことを示した。彼は自分の命を危険にさらしてまで傷ついた人を自分の兄弟として解放した。このサマリア人はキリストを代表している、まあ、つまり、敵ですよね。だって嫌われて自分たちのことを隣人とみなさないユダヤ人は敵なはずですが、その彼をかわいそうだと憐れんで、そして彼のために、自分のできる限りのことをやったというね、これはまさにキリストを代表している、つまりイエス様のご品性がそこに現れているということですね。さらにこう書いてあります。救い主は人間の愛が到底及び得ない愛を表された、はい、だからサマリア人がやったことっていうのは、まあ、私たちにとっては非常に高潔なことで、まあ、そうなりたいねってなんか遠目に見てますけども、まあ、実際に人間の愛が到底及び得ない愛、まあ、イエス様の愛はそういう愛であったわけですけど、サマリア人がやったこともそういう愛なんですね。彼は、私たちが傷ついて死に瀕していた時に、まあ、私たちがイエス様の御前に私たちは罪人としてもうこれ魂が傷つけられて、そして永遠に失われるべき運命に瀕している状態です。まあ、そういう時に
こんな罪人の私たちを憐れんでくださった、これイエス様のことですね。そして彼は、イエス様は天の軍全軍の愛が一身に注がれていた清い幸福な天におとどまりにならなかった、自分の立場を捨てて、そしてこの地上に来られた。彼は私たちの憐れむべき悲惨な姿を見て、それを理解し、人類とご自身とを一つに結びつけられたのである。私たちを兄弟と呼ぶのを恥とされないイエス様のね、憐れみ深い、そのような愛がここに表されています。主は敵を救うために亡くなられたのである。はい、まさに、その次ですね、主はご自分を殺す者のために祈られた。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をやっているのか分からないでいるのです。敵のために祈られたこのイエス様の愛を私たちは聖書の記録の中に見ることができます。そしてその同じ愛が良きサマリア人のこの例え話の中に現れているということなんですね。はい、で、私たちは、イエス様に似たいと、似るようになりたいという、ね、それはもう皆さんもそう思ってるかもしれませんけども、これは、イエス様に似たいというならば、この良きサマリア人のこの精神を最終的に私たちは得なければならないわけですね。だからイエス様はイエス様だから、私は私でそうなれないって最初から言うんじゃなくて、イエス様がこのサマリア人の話をされて、行ってあなたも同じようにしなさいってこの律法学者に言ってますので、あなたはそうなることができるということでもあるかと思うんですね。はい、そう考えたら私たちはやっぱそこを目指さないといけないと思うんです。イエス様の品性をの、ね、目指すならば、品性を完成を目指すならば、やはりそのイエス様の愛を私たちも持たなければならないということですね。ただここで実際にどのようにしてイエス様の愛をじゃあ持てばいいんですかということですよね。そこで、今日はですね、このペテロ第2の手紙の1章の4節から7節の聖句を出しましたけどね、ちょっとこれ読んでみましょうね。またそれらのものによって、たっとく大いなる約束が私たちに与えられている。それは、あなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。まずここに、神の性質に預かるものとなるため、約束が与えられている。尊い約束が与えられているっていうんですね。どうですか、ここに神の性質に預かれないって書いてありますか。イエス様のようになれないとは書いてないですよ。イエス様は神の性質ですよね。それに預かるものとなるために約束が与えられているっていうところで、それだからあなた方は力の限りを尽くして、つまり、品性の完成を目指して力の限りを尽くしなさい。あなた方のまず信仰に徳を加えなさい。特に知識を加えなさい。知識に節制を加えなさい。節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、そして兄弟愛に愛を加えなさい。このようにペテロはですね、使徒ペテロはこの品性の完成に至るまでの道順をですね、ここに表しているわけです。そしてそうなれるというのが、これたっとく大いなる約束であるというんですね。で、この約束が何であるかっていうことですね。本当にそういうことがあり得るのかということなんですよ。はい、で、実際に、私はこの聖書を学ぶ中で、神様の福音というものはこれだと思ってるんです。罪を犯したことを許されることが福音だと説く人もいます。しかしそれだったらいつまでたっても私たちは罪を繰り返してしまいます。でもこのこれペテロの階段といいますね、最初の信仰から今度徳を加えて2段目に行き、今度徳に知識を加えて3段目に、こういうふうにして、だんだんこうね、一歩一歩上に天を目指してこう歩んでいくね、こういう経験をすることができるとまず教えられていますし、聖書の中にはね。そして
これが達成されるということが約束であり、そしてそれが福音であると私は思っているんです。ただその階段を登る途中で踏み外したり、ね、転んで転げ落ちたりすることがあると思います。それが罪を犯すことだと思います。そしてそのような状況に陥ったときに、そこからもう一回やり直す、これが悔い改めと許しだと思っています。だから福音というのは、確かに罪を犯して転げ落ちてもそこからやり直すことが福音でもあるんですけども、本当の福音というのはこの階段の一番上に行けるように、イエス様が悔い改めを受け入れ許し、そしてそこからまた先に進めるように手伝ってくださること、聖霊の助けによって私たちがこの一段一段を確実に登っていけるように助けてくださることこそ福音であると私は信じて理解していますね。はい、そして、まあ、先ほどちょっと触れましたけども、この福音というものは神様から与えられた契約の中に表されているわけですね。まあ、こういう約束があるんです。ここに大いなる約束と書いてありますけども、ね、こういう概念がありますよね。ちょっと読んでみますね。石の板に刻まれたのと同じ律法が聖霊によって心の板に書かれるのである。石の板に刻まれた同じ律法って、これ何のことですか？これ実戒のことですよね。実戒は石の板に神の指で書かれた、その実戒そのものが聖霊によって私たちの心の板に書かれるのであると、自分自身の義を確立させようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。この律法の出どころっていうのは、聖霊が私たちの心に書いてくださる律法の出どころは神に属するものですね。これこそキリストの義そのものです。そのキリストの義を私たちが心に受け入れる、自分の義ではなく、自分の義というのは、混ぜ物の律法ですね。先ほど、安息日を教会に行くことが安息日を守ることだと思っていた、これは混ぜ物の義です。私がそういうふうにかつて安息日を守ることと安息日礼拝を同等に考えていた、ね、逆を言えば安息日礼拝が終わった後は日没までの時間は私の通常の休み休日だった、ね、これは自分自身の考え、自分の義として私は神様に、私はちゃんと午前中教会に行ったんですから、神様それをちゃんと受け入れてくださいよって、それ以外の時間は私の好きなように使わせてくださいよというぐらいの、そういう思いを持ってましたので、自分の義ですね、そういうものの代わりに、本当に神様が提示されたものを 100% 受け入れて、それが心に書かれるようになる、これはどこにその根拠があるかっていうと、キリストの血が我々の罪をあがなう、そしてキリストの服従が我々に代わって受け入れられる。こうして、イエス様の犠牲の功績と、そして模範的な服従の功績ですね、このことによって、私たちは、聖霊によって新しくされるわけです。なぜかというと、心に、このイエス様の功績によって、新しいね、この実戒と同じ内容ですけども、今までの私たちの律法とは違う新しい律法がそこに置かれる。今までの私の律法というのは、神様のもともとある律法を自分の都合の良いように理解していた律法です。しかし完全な神様に属する律法が私たちの心に、心の板に書かれると書いてありますね。これが約束なんですね。こうして聖霊によって新しくされた心は御霊の実を結ぶのであると。先ほどのペテロの会談の一段一段というのは、実は御霊の実なんですね。御霊の実を結んだときには、私たちは一段上に登れると。キリストの恵みによって、我々は心に書かれた神の律法に従って生きるのである。これが一番望ましいです。心に書かれた神の律法に従って生きる。今実は私たちは心に書かれた、自我の律法に従って生きている状態です。だから自我の律法が神の律法をアレンジするわけですね。自分に
良いようにアレンジする、ね、だから隣人も隣人にしたくない人はしなかったりとかね、そういうふうにしてアレンジしている、これは御霊の実ではないですね、自我の実そのものですね。キリストの御霊を持っているから、当然心に御霊の実がなるので、イエス様が歩かれたように歩く、一段一段イエス様が登られたように、イエス様はもともと全ての、ね、この階段を登っておられる方ですけども、その御足跡に従ってその後ろをついて私たちも一段一段登っていくことができるということですね。で、この、ね、心の板に聖霊によってこの神の律法が書かれるというこの概念ですね。でこれは神様の契約のことを言ってます。でこのことを、新しい契約というわけですね。でここで一つちょっと触れておきたいんですが、その新しい契約に対して古い契約というのがありますよね。で多くのクリスチャンは、新しい契約はこれは新約時代にイエス様から与えられた契約だから新しい契約で、で旧約時代に与えられたのはこれ古いから、ね、新約時代から見て古いから、だからこっちが古い契約だと、そういうかどっちかというと歴史的な時代の区分で契約が変わったというね、そういう考え方をする方が多いんですけども、実はそういうことではないんですよね。で、その新しい契約は実は旧約時代のとこからこの概念はあるんですよ。というのが、例えばそのエレミア書の31章の31節から33節、これは旧約聖書ですよね、エレミア書だから。しかしここに、新しい契約についての概念がもうすでに書いてあるんですね。でちょっとこれ読んでみたいと思いますけども、こういうふうに書いてあるんです。主は言われる、見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。まずここで新しい契約を立てる日が来ると。でその新しい契約というのは、私が彼らの先祖、だからこれイスラエルの民ですね、でその手を取ってエジプトの地から導き出した日っていうのは出エジプトの時代に遡りますが、その時に立てた契約のようなものではない。実はその時に立てた契約はこれ古い契約と言われているものですので、そこでほらイスラエルの出エジプトの時に立てられたあの契約はやっぱ古い契約じゃないですかと、私もこれ古い契約だと言いますけれども、これ実はその時代的な分け方というよりも、この古い契約というのはある問題を持っていたんですね。でちょっとこれ、ちょっとその先に読み進めてみたいんですけども、しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に建てる契約、これは新しい契約のことですね。先ほどから私繰り返し言ってますが、すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す、この心に律法が記されるのが新しい契約であって、ね、しかし出エジプトの時に律法が石の板に記された、これが古い契約なんですね。だから心に、律法が記されるか、それとも石の板に記されるか、まずその違いがあるわけですね。で心に記された時に私は彼らの神となり、彼らは私の民となると言われるんですね。ここでその心に記されるのと石の板に記される違いについてちょっとお話ししたいと思います。で実はそのシナイ山でこのイスラエルの民が神様から契約を投げかけられた、契約の招きを受けたわけですね。契約を結ぼうということになったんです。でその時に神様が最初にこの契約のね話を持ち出された時に、どういう反応をしたかですね。これは出エジプト記のですね、ちょっと用意してませんので皆さんご自分で開いていただきたいんですが、出エジプト記の19章を開いていただいて、
はい、出エジプト記の19章っていうのは実戒が出てくる前ですね。実戒は20章から出てきますので20章の前、まあ、逆を言えば19章の出来事が起こったので実戒を与えなければならなくなったということなんです。じゃあ19章何が起こったかというと、19章の4節をちょっと見ていただいたときにこうあるんです。19章4節、あなた方は私がエジプト人にしたことと、あなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見た。まあ、エジプトのことですね。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対し祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。これは神様が契約を持ちかけられた、ね、ことです。契約を結びましょうと。そしてこの契約によってあなたは、まあ、私の宝となって、そして祭司の国となると、まあ、祭司というのは宗教的な模範を民に示し、そして神の律法と、まあ、聖女に贖いの奥義について、ね、まあ、この時はまだ聖女ありませんでしたから、贖いの奥義について、民に教える立場、そういう民族になるはずだった。でこれを、神様が契約を持ちかけられた時に彼らの、状態は何と言ったかというとね、七節ですね。それでモーセは行って民の長老たちを呼び、主が命じられたこれらの言葉をすべてその前に述べたので、次です。民は皆共に答えていった。我々は主が言われたことを皆行います。これはどういうことかっていうと、主が言われたことって守れますっていうことなんですよ。ああ、それぐらいできますと。神様がおっしゃる、ね、私の声に聞き従い私の戒めを守るならば私の契約をずっと守り続けることができると。あ、それできますと。即答ですよね。で、神様はいやいやいや、ちょっと待ちなさいと。まだその契約条件も言ってないと。ね、それで神様はちょっと契約条件を言いましょうということで次の20章に入っていくわけですね。20章の、まあ、1節2節あたりからね、私はあなたの神主であってあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。で3節が第1条ですね。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。第2条が4節、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならないとかね、まあ、こういうふうにして第1条、第2条、第10条まで全て契約条件を出しました。まあ、その他にもですね、まあ、いろんな例えば21章はこれ10回以外のことですね、まあ、定めと掟と言われているものですけれども、まあ、奴隷に関しての戒めであったり、ね、またその他、そうですね、まあ、ちょっとこれ全部見ていけませんけど、例えば21章の33節とかね、まあ、このあたりは保証に関して、保証ね、誰かに何か損害を与えた時の保証に対しての戒めですね。21章33節、もし人が穴を開けたままに置き、あるいは穴を掘ってこれに覆いをしないために牛またはロバがこれに落ち込むことがあれば、まあ、家畜が例えば死んだり落ち込んだりしたときには穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならないとかね、しかしその死んだ獣は彼のものとなるであろうとか、こういう細かい、まあ、日常生活の中のいろんないざこざといいますか、そういうものをどう償うかとかね、だから全部これ立法ですよ、ね、こういうものを神様がまあ契約条件として彼らに提示したときに、彼らはこれ全部、ずっとこういう話があって、24章でもう一度神様はこういう条件ですけどどうですかっていうね、その時に24章に入りますよ。出エジプト記の24章の
3節、モーセは来て主のすべての言葉とすべての掟と民に告げた。もう先ほどのもう細かい全部民に告げていったわけです。民は皆同音に答えていった。私たちは主の仰せられた言葉を皆行います。2回目の宣言です。本当にということでもう1回聞くわけですね。もう今契約に進もうとしてますけど、24章の7節、そして契約の書を取ってもいよいよ契約間近ですよ。これを民に読み聞かせた。すると彼らは答えていった。私たちは主が仰せられたことを皆従順に行います。3回目、このようにして自分は神様の戒め守れますって宣言してしまう形で結んだのが古い契約なんです。つまり自分で言ったからには守らないといけないんです。自分で私はできますって言っちゃったんだからね。そして実際にそれが守れたかどうかですよね。この話の後にどうなるかですよね。この話の後に金の格子の像を作って拝んでますので、その時点でもう第二条を破ってるわけですよ。だから古い契約って本当によっぽど立法に生きていかないと自分の力では本当は守れないっていうのはもう明らかなんですね、はい、だから、まあ、はっきり言ってその古い契約っていうのは旧約時代の、確かに旧約時代でここで結ばれましたけども、どの時代もイエス様の時代もこの古い契約の人いました。はっきり言ってその良きサマリア人のあの祭司とレビ人がこの古い契約なんですよ。彼らは頭の中ではどうするべきか、今神様から与えられた言葉を知っていたイスラエルの民のように頭の中では理解していた。でもそれができなかったわけですよ、ね、だってスルーして距離を取って避けるようにしていったわけですよ。これ古い契約の状態のクリスチャンの姿です。何をすべきか、自分の力で、ね、この清くなろうとする、はい、だからそれが古い契約の正体ですね。だけど新しい契約というのは、ね、古い契約というのはだからそういうふうにして自分で守らなくちゃなんないから、メモ書きのように立法がもうあのバーンと、ね、永遠不変の立法がこれを見て守りなさいということで実戒が与えられている。だから石の板に書かれているわけですね。それを見ながら、それを掲げながらその通りに行おうとしていく。守れるんだったらいいけど守れないっていう事実がある。これ古い契約です。しかし新しい契約はイエス様の功績と聖霊の助けによって心にこの実戒が書かれて自然にそれができるようになる。これが良きサマリア人のこのサマリア人の状態ですよね。だから彼の状態はまさに新しい契約がこのここに現れているということですよね。御霊の実が彼は現れて、その中で、適応も愛する愛も最上階ですよね、はい、イエス様と同じようなね、イエス様を代表するものというのはイエス様と同じような愛を表したということですよね、はい、このことをちょっとね、あの新しい契約と古い契約についてね、まあ、エレン・ホワイトはこういうことを書いてます。人々はっていうのは、これはイスラエルの民のことですね。自分たちの心の罪深さとキリストの助けがなくては神の律法を守ることができないことを自覚しなかった、まあ、つまりあの出エジプトの後のイスラエルの人たちは、まあ、長い間奴隷生活をやってましたので、ちょっと道徳的な感覚がもう麻痺していたんですね。だから自分がどれだけの道徳的な立場にあるか把握していなかった。だから自覚していなかったと、そういうことですね。そして彼らは直ちに神と契約を結んでしまった。先ほどのシナイ山のところで神様が最初に契約を持ち出した時に、ね、まあ、最初に実戒を神様が提示され、今度は定めと掟を提示された時に、途中で、ちょっとそれだけのことを私は守る自信ありませんと、神様守れるように私はあなたと契約を結びたいので、私がこれ守れるように助けてくださいと言えば新しい契約になったはずです。でも彼らはそう言わないで、ああ守り行いますと、従順に守り行いますと3回から言いましたね、はい、宣言したというのはそういうことです。
まあ、彼らは恐るべき意向のうちに立法が宣言されるのを見た。これはまあ実会の場面ですね。山のシナイ山の前で恐れおののいた。しかしそれにもかかわらず、その後わずか数週間しか経たないうちに彼らは神との契約を破り、偶像にひざまずいて礼拝をした。金の格子の像を作って拝んだ、あの話ですね。彼らは契約を破ってしまったため、まあ、つまり古い契約を守れなかった、破った、古い契約すら破った。それで神の恵みを受けることは望めなくなった。つまり契約破棄になった。今古い契約すら契約破棄になった。そして今自分たちの罪深さと許しの必要を認めた彼らは、はい、金の格子の像を拝んだ後に2つ分かりましたね。このことを悔い改めてね、自分たちの弱さを認めて悔い改めた人と悔い改めなかった人がいました。そして悔い改めなかった人たちに刑罰として剣を持って彼らを撃ったのがレビ人でした。レビ人はもともとね、この金の格子の像を拝まなかった人たちだったからですね。はい、まあ、自分の弱さを、ね、罪深さ、そして許しの必要性をこの古い契約を破った彼ら認めたわけですね。そしてアブラハムの契約に表され、そして犠牲の捧げ物によって示された救い主の必要を感じるようになった、まあ、ですので実はアブラハムの契約というのはこの新しい契約と同じ内容なんですよ、ね、なんで新しい契約と言われるようになったかというと、古い契約ができちゃったから、ね、それに対して新しいと言ってるだけであって、実は契約の内容はですね、アブラハムが神様と永遠に結んだね、永遠の契約と言われているこれと同じ内容ですよ、まあ、聖霊、神様があなたの心を作り変えるという、ね、これはアダムの時代からこの永遠の契約はアダムに与えられていました。だから人類はずっと同じ、まあ、その契約を神から与えられていたんですけども、途中で、出エジプトのね、あの奴隷の時に、まあ、両親が自分のね、道徳的なこれ感覚が麻痺して自分で守れるっていうような軽率な契約を結んでしまった。これが古い契約の正体であるということですね。はい、でも彼らは救い主の必要を今感じるようになった。なぜかというと古い契約すら守れなかった。彼らは今信仰と愛によって罪の奴隷からの救い主としての神に結びつけられた。こうしてこそ彼らは新しい契約の祝福を感謝する用意ができたのである、まあ、つまり新しい契約は古い契約で、ね、もうこれダメだと、自分はこんなん守れない、もう守れないですよ。古い契約って自分のだって意思だけで全ての律法を守らなくちゃなんないんですよ。誰もこれ守れないですよ。いろんな状況が起こった時にポンって破ってしまう、そういう弱さがあるのを認めない、ね、守れるって思っている人もいるかもしれないけど、心で守らないといけないんですよね、実会というのはね。だからそういう自分の状態を知った時に、ああとてもやっぱり神の律法は守れないと、ね、だから私が守れるように心に、ね、あなたの律法を書き記してください、聖霊様によって、そうすれば私は守ることができますという、これが新しい契約だから、古い契約から新しい契約に進むことを神様は実は望んでおられるわけです、ね、あの祭司やレビ人がスルーしていたあの状態を、私たちがこれが私の状態ですっていうところから始めて、そしてサマリア、良きサマリア人のように私はなりたいですという、そこを目指していくことが、これが古い契約から新しい契約に進むことなんですね。で、神様はそれを望んでおられるということなんですね。で、まあ、実はこのイスラエルの民が古い契約から新しい契約に進んでいくときに、彼らが日常的にどういうふうに、まあ、神様によってね、作り変えられていくか、それを彼らに体験的に教える教具、教える道具の具ですね、教具といって、まあ、何かその教材みたいなものですね、しかも体験的に、これを持って新しい契約の内容を彼らに体験させようとされたのが、実は聖女、そして犠牲制度だったんです。だからこの古い契約の中で聖女が必要になったんですよ。だってそれまでのアブラハムの時代とか聖女必要なかったですよ。だって新しい契約だったから、ね、
あ、新しい契約という名前じゃないですよ。アブラハムは永遠の契約ですよね。内容は同じですよ。心に神の律法が書かれる、ね、聖書は必要ないですよ。理解してたからその通りに、ね、でも今のこのイスラエルの民は、まあ、古代イスラエルは古い契約につまずいて、そしてこれから新しい契約に進んでいくんですが、奴隷生活のね、あのエジプトの奴隷時代に多くのこの神の知識が失われて、契約の知識が失われて、分かんなくなって、簡単に守れるって言っちゃって守れなくて、そんな状態だったので聖書でもっと分かりやすく教えようとされた。そのために聖書が与えられたわけですね。はい、そして古い契約から新しい契約に進んでいくときに絶対に経験しなければならないのが、まあ、自分の状態がどういう状態であるか、古い契約の状態であったっていうことを認めて、そこから新しい契約に進んでいきたいっていう意思表示ですね。だから分かりやすく言うと、自分は良きサマリア人の話の中の祭司やレビ人と同じ立場ですっていう、そういう認識ね。でも私は良きサマリア人のようになりたいですという、そういう目標ね。これを毎日ね、まあ良きサマリア人のようになりたいですというのは、もう言うならばイエス様のようになりたいですということですよ。これを毎日イエス様の犠牲の功績と、そして祭司の中保の働きね、大祭司の中保の働きによって経験していた儀式が一つありましたね。朝に1回9時、そして夕方15時に1回、これは燔祭という儀式がありました。9時はイエス・キリストが十字架につけられた時間、15時はイエス・キリストが亡くなられた時間だから、9時15時っていうのはイエス様の十字架の始まりと十字架の終わりに至る時間、その間ね、ずっと私たちは日常生活の中でまあいろいろ忙しくやるんだけど、イエス様の十字架を見上げて、そしてイエス様の十字架の功績に頼って、ペテロの会談の最上階、良きサマリア人のあの敵をも愛せるイエス様の完全な愛を目指して今日一日頑張りますというので、一日を始めるのが9時の燔祭ですね。そして15時の燔祭は残りの一日、残りの一日またその精神を持って、神様、私の心を清めて助けてください、私は古い契約のように本当に利己的な状態であり、イエス様に似ていません、イエス様に似るものとなりたいです、だから私を清めてください、あなたの功績を信じます、こういう信仰表明と礼拝行為、ここには感謝と希望と感謝とね、そして、まあ、自分の罪を嘆く、まあ、そういうものがこう含まれていました。礼拝行為ですね、はい、これが燔祭であったと言われてますね。でこの燔祭は毎日行われていました。なぜかっていうと、ペテロの階段って毎日登らないといけないんですよ、ね、本当に今日だけ一段登って、そしてもうあとは遊んでたら、もう気がついたら4段ぐらい下がってる可能性もあるからですね、毎日コツコツと、ね、ちゃんと落ちないようにですね、上を見上げてしっかりと一歩一歩登っていかないといけない、だから毎日燔祭というのが行われていたんですね。大食材日の日も燔祭行われていましたからね、はい、それぐらい、まあ、つまり、罪人という事実はもうこれはずっと、ね、解決するまでは、ね、大食材日を持って解決していったわけですけども、まあ、当日も燔祭が行われていたっていう事実を考えてもね、やはり完全に罪人がその解決するまではいつもイエス様の十字架が必要であるという、犠牲の功績と中保の働きが必要でも、罪人の問題が解決する時がある。それが何かっていうと、新しい契約が成就した時です。新しい契約が成就した時にはこれらの問題が全て解決して、そしてペテロの会談の最上階に位置することになる。これが品性の完成の域に到達したことになるわけですね、はい。ですので、まあ、成果といいますよね、この一段一段御霊の実をつけて結んでいくことをね、
これは毎日必要なことです。1日でボンと5段ぐらい上がるということはないわけですね。こういう言葉がありますね。即座の成果というようなものはない。誠の成果は命のある限り続く日々の行いである。まあ、つまり、半歳、上半歳は毎日、ね、続くものであったという、これ同じことを言ってるんですね。成果は毎日続けなければならない、上半歳も毎日続けなければならなかった。そして私たちは今自分が古い契約に、ね、いることを自覚し、そして新しい契約を望んでイエス様を見上げてペテロの階段を上っていくときに、私たちは信仰によってこの上半祭に参加していることになるんです。その必要性を私はとても感じています。私自身にまず感じています。そうしなければもう私は本当に転げ落ちる勢いです。しかしなんとか、そのような希望とね、信仰を持ち続けることによって品性の完成を目指すというところを目指すというところをね、しっかりと持っていますので、まあ、ここにはまだ至りませんけれども、しかしどこを目指していいか、目標がはっきりと設定されていますので、もちろんそれはイエス・キリストの品性の、ご品性の完全な愛の状態ですね。で、このペテロの階段についてですね、まあ、エレン・ホワイトはちょっとこういうことも書いてるんですね。これらの言葉は教訓に満ちていて、勝利の基調を成す。使徒は、これペテロですね、信者にクリスチャンの進歩のはしごを紹介しているが、その一つ一つの階段は神を知る知識の進歩を表し、このはしごを登るのに行き詰まりはない。信仰、徳、知識、節制、忍耐、信心、兄弟、愛。愛ははしごの階段である。この階段を一段一段登って、我々に対するキリストの理想の高さに達するときに、我々は救われるのであると。どうですか、ここに御霊の実が実を結んでいること、そして最終的にキリストの理想の高さに達するとき、まあ、つまりもっと分かりやすく言うんだったら、あの良きサマリア人の状態、この最上階は愛ですよ。愛に達するときに、皆さん、この愛っていうのはイエス様の愛ですよ。敵をも愛する愛ね。我々は救われるのである。こうしてキリストは我々の知恵となり、義と正と贖いとになられる。神はその民を栄光と徳に招いておられる。そしてこれらは神と真実につながっている人々すべての生活に現れる。御霊の実というのは私たちの生活の中に自然に現れてくるということですね。天の賜物に預かるものとなったら、彼らは信仰により神の道からに守られて完全を目指して進まなければならない。完全を目指して進むときに、ね、上半祭のように常に毎日信仰によって神の道からに守られる必要があります。安心して休んで転げ落ちることがあるので、そういうことにならないように、そして神の徳をその子らにお与えになることは神の栄光で、神は人々が最高の標準に達するのをご覧になりたいと望んでおられる。最高の標準ってどこだと思いますか？最高の標準っていうのはイエス様のご品性ですよね。そうなるのをご覧になりたい。私たちがイエス様の品性を反映、完全に反映して14万4千となるのを神は望んでおられるということです。そして信仰によってキリストの力をつかみ、主の確かな御約束に訴えて、それを自分のものとして求め、拒まれないようしきりに聖霊の力を求めるならば、彼らはキリストにあってそれに満たされるのである。ちょっとこれ観難から栄光へというちょっとページ数が、ね、229から230だと思います。ちょっとすいません、切れてしまってますけど、はい。このようにペテロの階段を、まあ、私たちはね、本当にイエス様のこの品性の完成の域に
到達するべき階段として見なければならない。でそこには新しい契約が必ず必要であると。この新しい契約が成就するときには私たちはそこに到達することができるということを、まあ、今回皆さんと学んだわけですね。まあ、しかし、ともすれば私たちはね、本当に自分たちがあの良きサマリア人の中で、祭司の立場だったりまたレビ人の立場であるということすら知らない場合があります。なんと冷たい人たちだって私たちは今まで見てたかもしれないけど、実は古い契約を結んでいるとそういう状態になるわけですよね。そこからまず私たちはね、気がつきたいと思います。そして、イエス様の品性をね、目指して完全の域に到達するときに、まさに良きサマリア人のように敵のために最善を尽くすことができるようになる。これが品性の完成の証拠となるということですね。こういう言葉がありますね。キリストの実物教訓の362ページ、愛は信心の基礎である。たとえ口で何と言おうと、もし兄弟に対する無我の愛を持たないならば、神に対する純粋の愛を持っていない。しかし他人を愛そうと努めることによってこの精神を得ることはできない。必要なのは心の中にキリストの愛が宿ることであると。まずちょっとこうポイントがあるんですけど、上から3行目ですね。まあ、愛が確かにこの無我の愛ね、敵をも愛する無我の愛がもうイエス様のこれ品性の完成の域だっていうのは分かりますけども、それを他人を愛そうと努めることによってこの精神を得ようとする人が多い。これがだから古い契約の考え方なんですね。まあ、自分の力で律法を守ろうとする、それはできないと書いてあります。必要なのは心の中にキリストの愛が宿ること、聖霊によって律法が書き記されること、言うならば新しい契約が必要であるということなんですね。自己が、まあ、自我と同じですね、キリストの中に溶け込むとき愛は自然に湧いて出る。だから心の中にキリストの愛が宿って、聖霊が私たちの心に愛の律法を書き記してくださるときに自我は小さく小さく吸収されて溶け込むわけですね。そうすると愛は自然に湧いて出るとあります。自然に、ね、だからあの新しい契約のこの効果というのは自然に憐れみ深く愛を持つことができる。善行も全て自然に当たり前にできるということですね。はい。そして他を助け祝福しようとする気持ちが常に内から湧き出てくる。これがまさに新しい契約の成就ですね。天からの光が心にあふれ顔に表されるとき、まあ、心の状態って顔に現れてきますからね。クリスチャンの品性が完成の域に達するのである。まさにこの新しい契約が成就したときにクリスチャンの品性は完成の域に到達する。理由はイエス様のご品性が完全にそこに反映されるからです。その時に14万4千が出現するということなんですね。はい。このことをキリストの実物教訓の355ページに分かりやすくこう書いてあります。キリストは誰でも自分の力で律法を守ることができないことを知っておられた。まあ、つまり古い契約は誰も守れないということをご存知だった。ただキリストの徳と恵みを受けることによってのみ私たちは律法を守ることができる。まあ、新しい契約によって私たちの心に律法が書き記されるので自然に律法を守ることができるということですね。罪のための贖いの供え物を信じることによって堕落した人間は全身を持って神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛することができるのである。つまり永遠の命を得るためには何をすればよろしいですかというね、あの質問の答え、神を愛することと、そして隣人を愛すること、ね、このことを全うするためにこの新しい契約が与えられているということです。そしてそれを私たちが経験するときには永遠の命に至って救われるということなんですね。
はい、その約束の言葉がですね、こういうふうに書いてあります。ここに私たちが決して倒れることがないと保証されている皇帝がある。このようにクリスチャンの恵みを得るために足し算の計画で働く者は、神が彼らの御霊の賜物を与えるのに掛け算の計画で働いてくださるとの保証がある、足し算だから、ペテロの階段を本当一段一段ね、私たち確実に登っていくんですけども、そのために神様は掛け算で私たちにね、働きかけてくださっておられるということですね。私たちが一つ一つこう踏みしめながら登っていく、これ伝道とかもそうですよね。私たちは忍耐が必要ですけども、しかしその裏で神様が私たちのために掛け算で働いてくださっておられる、そういう保証があるというのは非常にありがたいことだと思います。神聖な恵みによって願う人は皆地から天へ輝く踏み段を上り、ついに常しえの喜びをいただき、歌いつつ門を通って神の都に入ることができる。はい、ということで、この約束がね、私たちに今回与えられておりますので、ぜひこの約束をですね、自分のものとしたいと思いますね。私もまだまだパズルのピースは足りませんけれども、しかしそれを探しながらですね、神様に求めながら、一つ一つそれを当てはめながら完成を目指していきたいと思います。どうぞお互いですね、この良きサマリア人の、このサマリア人の状態に達するまで諦めないで、お互いに励まし合いながらですね、前進していきたいと思います。はい、それではこれで学びを終えたいと思います。一言お祈りをして終わりたいと思います。愛する御在天のお父様、品性の完成の域に到達することがどういうことであるのか、特にペテロの階段を私たちが見上げることによって、それを完成を目指して、今自分がどの場所に立っているのか、すなわち自分たちはまだ古い契約の状態のままでいる可能性があるということも含めて、私たちの心の中をもう一度吟味したいと思います。しかし今回良きサマリア人の話を、例え話を通して、この品性の完成の域についてまた知ることができました。どうぞ私たちはそこにまだ到達しておりませんけれども、諦めずに日々の生活の中で信仰によってあなた様に反対をお捧げすることによって、どうぞしもべたちの魂を作り変えてくださる助け主聖霊様を送ってくださり、あなた様の御形に回復させてくださるようお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。